しまじろう。明日からチャレンジエンだね。シカ子先生に会えるんだよね。僕、先生に話したいことがいっぱいあるんだ。僕も。あのね、初めて特急列車のチャレンジスター号に乗ったんだ。へえ。僕も大宇宙と奇跡の惑星展示会に行ったらすごい図鑑が手に入ったんだ。はあ。あの、僕は水族館で大きなカメを見てきて先生に話したい。あと先生といっぱい遊びたいね。みんなシカ子先生が大好きなんだね。明日はいよいよチャレンジ園ね。早くみんなに会いたいわ。何日か休んだ方がいいね。ただの捻挫ですよね。ここまでだって頑張って歩いてきたし、私早くチャレンジ園に行きたいんです。一日でも早く行きたいかい？はい。じゃあしばらく歩かない。捻挫はちゃんと治さないと癖になるんだよ。甘く見てはダメです。そんな、シカ子先生お休みなの？どうして？ミミリン先生に会えるの楽しみにしてたのに。シカ子先生捻挫だって。捻挫って？足首をひねって痛めてしまう怪我だよ。でもシカ子先生元気そうだったよ。チャレンジ園に行きたいって言ってた。元気なのになんで来られないの？だって足を怪我してるんだもん。来るの大変なんじゃない？うちのばあちゃん捻挫しても飛び跳ねようとするけど本当は良くないみたいだよ。シカ子先生と遊びたかったのに。僕も。園長先生どうしたんですか？クー子先生、シカ子先生が来られないって本当？多分明日からしばらく来られないと思うわ。しまじろう、カンタが来なかった？え、来てないけど。カンタのお父さんにシカ子先生のことを聞いてもらうことになってるんだ。モンタ、ケント。あ、カンタ、どうだった？あのね、お父さんすごく忙しそうでごめん、何にも聞けなくて。そっか。シカ子先生に会いたいな。捻挫ってなったことある？うん、しまじろうは？え、あ、ないけど。何？さっきから気になって。何してるんだろう。シカ子先生のお見舞い。はい、空子先生がいる今なら来てもいいと言われました。初めてのシカ子先生の部屋、私ドキドキです。リチャードさん、僕たちも連れてって。ここか。2階のこっちから2番目の部屋です。じゃあ行こう。リチャードさん、ここの2階にシカ子先生が。ダメです、私時がムネムネして。え、胸がドキドキじゃないの？もう先に行ってるよ。あら、あなたたち、お見舞いに来ました。シカ子先生喜ぶわよ。ところでリチャードさん見かけなかった？実はリチャードさんに連れてきてもらったんです。リチャードさんまだ下にいて。ドキがムネムネなんだって。はあ、みんな来てくれてありがとう。シカ子先生、じゃあ私今のうちに買い物に行ってくるわね。ありがとうございます、本当に助かります。ん、ほっとこうかしら。よかった、先生元気そうだね。そうなのよ、怪我したのは足だけで元気いっぱいなのよ。先生、捻挫って痛いの？ちょっとだけね。先生は大人だから平気。でもみんなは怪我をしないように気をつけてね。みんなシカ子先生に会えなくてがっかりしてたよ。私もみんなに会いたくてたまらないわ。先生、早くチャレンジ園に来て。話したいことがいっぱいある。
るんだ。シカ子先生がいないとつまんないよ。みんな、やっぱりチャレンジ園に行かなくちゃ。病院に行ってくるわ。明日チャレンジ園に行けるようにしてもらうの。やっと心の準備ができました。ミスシカ子、あなたが怪我をしたと聞いて心配で夜も眠れず。先生、本当に大丈夫？大丈夫よ、これくらい。シカ子先生、お見舞いに。もう何してるんですか。先生は怪我してるんですよ。チャレンジ園に行きたいのは分かりますけど、大事にしなきゃ。はい。先生、痛そうだったよ。僕たちが早く来てなんて言ったから先生無理しちゃったんだ。シカ子先生が心配だわ。ちゃんと捻挫を治してって伝えようよ。先生がいない間、トリッピーたちも頑張ろう。そうすれば先生も怪我を治すの頑張ってくれるかもしれないわ。そうだ、みんなでシカ子先生に手紙書こうよ。しまった、レターが遅れた。あ、レターというのは手紙のことで。園長先生、僕たち忙しいからダジャレは後で聞きます。はい、言われた。じゃあこれは私がシカ子先生にちゃんと届けるからね。お願いします。これはトリッピーくんね。これはミミリンちゃん、カンタくん、モンタくん、サクラコちゃんにゾウタくん。ちゃんと足の怪我を治してほしいんだそうだよ。それまでは先生に心配をかけないように頑張るんですって。みんな、君もここで頑張らないとね。はい、みんなありがとう。シカ子先生、みんな会いたかったわ。先生、お帰り。読めたらいいな。 OK。Great! Do you like an apple? Yes, I do! Fantastic! What's your name? Takoyaki! 名前を聞かれたんだよ。トリッピー、たこ焼きなの？なんだ、好きなもの聞かれたのかと思っちゃった。ケント君、はしかか。犬子先生のクラスにもいますか？うちも一人いるわよ。流行っているのかしら。お疲れ様でした、リチャード先生。先生だなんて。さあどうぞ。おう、Thank you。 あちあちあち、ベリーハッタね。大丈夫ですか？No problem。 あ、それボールペン。Sorry、シカ子さん。やっぱりね。何がやっぱりなの？好きなのよ、リチャードさん。ひょっとしてシカ子先生のこと？そう、前から怪しいと思ってた。これ。Oh, for me？ 読んでおいてくださいね。もちろん読みますとも。よろしくお願いします。Oh, yeah！ 何してんの？お、あ、来た。オーイエーイ、シカ子さん。グッバイ、リチャード。バイバイ、バイバイ、バイバイ、オーイエー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 イ。ミミリン、初めて見た。あれが恋の病っていうのね。恋の病？イエーリチャード。はい、ガオガオ。どうしたんだい、浮かない顔して。いや
チャレンジ園の英語教室うまくいってないのかい？ノーノー、みんないい子ばかりです。先生たちもみんな親切。なら一体それは？お、oh, no problem! バイバイ。変なやつだな。ほら、大きなお城だよ、花ちゃん。わーい、あっちら、あっちら。はあ。リチャード、何してんの？あ、空を見ています。お空。花ちゃん。私の悩みを聞いてくれますか？はい。シカコ先生からもらったこのお手紙、私全然読めません。全然です。がんばがんば。 Thank you、 花ちゃん。 Thank you。 ああ、せめてひらがなが読めたら。ねえ、シカコ先生はリチャードさんが読めないの知らないのかな？そのようです。でも恥ずかしくて絶対に言えません。誰かに読んでもらえばいいのに。シカコ先生からの大事な大事なお手紙、誰にも見せられません。うん、困ったもんだね。あ、そうだ、こういう時は。なんだ、リチャードはそんなことを悩んでいたのか。そうなんです。ん、できた。ひらがなタッチ。ひらがなタッチ。そう、これをひらがなにこうやって当てると、ゆとおうせき。すごい、読んでる。これを使えばひらがなが読めるんだ。それにひらがなの勉強もできるね。こにもすり。おう、ワンダフォー。これで私はバリバリ勉強してシカコ先生の手紙読めるようになります。ねえ、ひらがなだけじゃシカコ先生の手紙読めないじゃない？明日シカコ先生にひらがなの手紙書いてもらおうよ。そうだったの、てっきり読めるのかと思ってたわ。悪いことしちゃったな。でも今すごく一生懸命になってひらがなの勉強してるんです。そう、はっきり言ってリチャードはシカコ先生のこと好き。余計なこと言わないの。全部ひらがなで手紙を書いてもらえますか？わかったわ、ちょっと待っててね。みかんみかんすいかすいか。だいぶ読めるようになってきました。いたいた。シカコ先生がひらがなで手紙書いてくれたよ。うわ、はい、なんと心優しいシカコさん。何が書いたの、何が書いたの。わ、開けて開けて。ダメダメ、トリッピー。はい、リチャードさん、そっとしといてあげましょうよ。みんななんて書いてあるか知りたくないの？あー、知りたい気もするけど。知りたいでしょ。うん、してれーしてれー、落ち着いて。おお、リチャードさん、今はシカコ待っています。今はシカコ待っています。読めた。シカコ待っています。シカコさん、今行きます。字が読めるってすごいことなんだね。リチャードさん幸せそう。そうだね、私も勉強したくなっちゃった。よし、やろう。シカコ先生ならもう帰りましたよ。そんな、私のこと待っているって。シカコ先生がそう言ったんですか？イエース、ほら、今はシカコ待っています。これ違いますよ、リチャードさん。違いますって？こう書いてあるんです。今はシカ困っています。今はシカ困っています。あのね、今はしかという病気が流行っているので、
英語教室がお休みになったら連絡しますって話です。これがホだね。ホ。やったー。はーい、次トリッピー。あー、あ、これワだよね。レ。あれ、またワとレ間違えちゃった。悲しい春ですね。トリッピー、ひらがなちゃんと覚えられるかな。もうさっきから間違えてばっかりだし。覚えられるわよ。諦めないで頑張ろう。ガンバガンバ。イエス。ネバーギブアップデイズ。テレビ番組しまじろうのワオ、土曜朝8時30分。